皆さんこんにちは、じゅんです。今日は自分の体に合ったスイングを教えていただけるということで、ヒローゴルフインパクトに来ています。詳しいことはあんまり聞いてないので、早速レッスンしていきたいと思います。よろしくお願いします。本日レッスンしていただける金浜海人先生です。はい、よろしくお願いします。先生のことをちょっと教えていただけますか？そうですね、僕は8歳からゴルフをしてるんですけれども、まあ、一応プロゴルファー目指して、はい、まあ、ジュニアの戦歴でいうと九州ジュニア優勝とか。お、はい、あ、じゃあ出身は九州なんですか？僕沖縄です。あ、沖縄出身です。ぽい顔しますね、はい、いただきましたイケメン先生です。 ありがとうございます、はいはい、でプロゴルファー諦めて、はい、一時期僕トレーナーの学校行って整体師してたんですよ。じゃあ体の作りとかすごい詳しいってことですか？そう、すごい大好きで、でそんな中で、うん、あ、ちょっとゴルフのレッスン面白いなってレッスンしてるんですけど、うんうん、自分がずっとこの人の理論気になるなっていう人で、はい、マイク・アダムスっていう人がいて、マイク・アダムス、マイク・アダムス、マイク・アダムス、はい、マイク・アダムスさんのバイオスイングダイナミクスっていう理論があるんですけど、バイオスイングダイナミクス理論、はい、よく言えました、はいそれをちょっと新しいですよね。聞いたことないかもしれない。 まあ、その人の言ってたことが、はい、レッスンは推測じゃなくて、うん、ちゃんと測定しろと。なるほど、はい、測定できるものは測定しないで何をレッスンするんだっていう人で、うん、それをちょっとじゅんさんに体感していただけたらなと思います。じゃあ今日私の体に合った、なんだろう、こう癖とかなのかな、動かし方とかね、得意、はい、な方向だったりとか、うん、チェックしながら、教えてくれるってことですね。やっていきます。わかりました。じゃあ先生よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまずは、はい、ビフォーから。そうですね。まず打って、うん、今の現状のじゅんさんを見ていきたいと思います。はい。はい。じゃあ打ってみます。はい、お願いします。これだけ。あ、綺麗な球ですね。いいですか？はい。はい、うん、ちゃんと打てたと思います。いいですね。OK、 はい、大体、OK、分かりました。まあ、じゅんさんの気持ちいいスイングっていうのは、うん、今実は起きてるのかどうかっていうのを、うん、5つのテストがあるんで、そうして、はい、一つ一つ紐解いていこうと思います。はい、分かりました。まずはじゃじゃん、これメジャー、メジャーです、はいはい、まず、うん、身長と手の長さ、はい、測っていきます、はいはい、大事なのはやっぱゴルフってスパイクを履いた状態でするスポーツなんで、ゴルフシューズを履いた状態で身長を測る。皆さん普段身長何センチです？普段は160センチぐらいです。で、まあ、スパイク履いた状態が今162。伸びました伸びた、スパイクの分だけ。今度はウィングスパンっていう手の長さ測っていくんですけど、うん、はい、で正面でこれもちょっと163近いですけど、伸びた、ちょっと伸びた、まあでもほとんど正規同じです。同じ162。身長と腕の長さがイコール、はい、同じ長さだと、まあ、基本的には結構綺麗に胸の通りに通りやすい、まあ、真ん中の方に通りやすい。タイガーウッズとか、はいはい、そういうああいう結構バランスの取れたスイングしてる人って、うん、その腕の長さと身長がイコールな人が、なるほど、そう、これが、まあ、10センチぐらい誤差が出てくると、はい、うん、スイングプレーに影響が出てくるって言われてて、これより長かったり短かったり、短かったりっていうのがいるんだ。います、います、もう人の体ってそれぞれなので、そうだね、だから短い人は長い人のスイングに憧れても、うん、結構ジグハグになっちゃったりとか、そうそう、なるほど、あります、はい、じゃあまず1対1ってことで、1対1です、はい、で忘れっぽいんでちゃんとチェックシートにチェック入れていきます、はい、はい、身長とスパンがイコールですよってところにチェックしていきます、うんうんうん、はい、はい、今度は、うん、上腕と前腕、聞いたことあります？上腕ってここからこう、ここからここと前腕がここからここ、はい、の長さを測る、はあ、なるほどね、32センチ、うん、これも32センチ、へえ、1対1？すごい、バランスの取れたバランスの取れた体はい、そういう人って基本的にさっきの話と一緒で、綺麗に
胸に上がって胸のプレーンから降りてるんですよ。これでこうね。そう。だから一般的に、うんうん、なんて言うんだろう、お手本通りだよっていうプレーンになりやすい。へぇ、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。割と憧れられる人。なるほど。憧れられる人。憧れられる。はい。チェックがあと3つあるんで、はい、それをしていきます、はい、もうメジャー終わりです。はい、メジャー終わり。今度はその右手のグリップの握り方だったりとか、うんうんうん、っていうのをチェックするテストをしていきます。はい、はい、じゃあまず構えてもらっていいですか。はい、構え、そう、手のひら合わせて、手のひら下合わせて、で右手下、そう、この状態で肩を動かさないで、うん、ちょっと手上げみたいな感じでバックスイングしてもらって、右肘は曲げてもいいです、うん、左肘はバックスイングなんであんま曲げないです、うん、そのイメージで、サイドアンダーっていうポジションをいきますね。サイドアンダー、これが結構面白くて、ちょっとスタッフさん呼んでもいいですかね。うん、スタッフ呼んでしょ。そう、こういう風に肘がこっち側に引けてくる。あー、そう、手のひらが下向いてるの分かります。うん、そう、これがちょっとグリップが上から握った方がリリースが安定するタイプで、僕は結構真逆で、こうやって構えたら、うん、すごいもうこうなっちゃう。あ、回るんだ。そう、手のひらが上向いて、肘が体側よりも内側に入っちゃう。ああ。そう。だから僕と、僕がアンダーって下から握る、ジュンさんが横から握る、うん、スタッフさんが上から握る。すごい、3パターン。そう、揃った今日。これはでも、ダウンスイングに影響があるんですけど、僕とかは肘がダウンスイングで内に入ってくるから、うん、今結構流行ってるシャローとか、うんうん、シャローにするとかしやすいんですけど、結構ジュンさんとか、うん、さっきのスタッフさんとかだと、うん、こうなる、若干やっぱあなる、そう、低いとか入れようとしたら、うん、ちょっと肘をループさせるような感じで、うん、使わないとヘッドがインサイド入ってこないっていう人が多いよって。マイクアダムスの面白いのはデータ量が膨大すぎて、だから今僕が言ってるの聞いたら、えそうなんだみたいな感じかもしれないけど、講習会とかでデータ量見るとマジかこのおじさんってなる。ただ今話してるだけだけど、もっともっと細かいデータがたくさんあって、めちゃくちゃあって、そう、選手の調落、調子が良い悪いとか、スイングを後編化をするとかすごいあるから衝撃。紹介したい。なるほどですね。で、今度は軸足ですね。軸足、軸足、はい、頭を右に動かさない感じで、うん、その場でバックスイングするとやってみてもらっていいですか。あ、手は離していい。そう、手離さないです。そう、1回、はい、この時に、ジュンさんは右の股関節が軸にターンしていく癖が、癖というか、しやすい、うんうん、で、僕だったら、僕結構逆で、左足が軸なんですけど、うん、こう回っていく。あー、あ、ちょっと怖いもん、こっち。そう、左が中心で回りたいね、うん、あ、そう、だから僕とジェンさん結構逆、うん、なるほどね。そう、だ、僕がもうこれ知らずにジェンさんが走るからジェンさんがめちゃくちゃになる可能性が、うーん、そっか。そう、本当だったらこれ、自分でお尻側から、うん、撮影して自然とその場でくるって回った時に、うん、こうやって回った時に、うん、どっち側にお尻が動くかを見てあげると、へー、また分かりやすいかな。僕はそうやっていけない、うんうん、アイアンは気をつけてめっちゃ左に乗って打ってます、うん、あー、なしではないですよ。そのやっぱ傾斜とかって結構左荷重で使用することなしではないですけど、うん、もしかしたら過剰にやりすぎることもないかもしれない。あー、はい、そうなんだ。で、体重移動が怖いんだったら、もしかしたらスタンサーバー狭めて練習するとか、うんうんうん、そういうので、体重移動を少し抑えるとかしてもいいかもしれないですね。気持ちいいのは、やっぱ右に乗るのなんだね、うん、だ、場合によってはちょっと失礼してるよとか言われちゃうかもしれないけど、うんうんうん、自分が気持ちよく力出そうと思ったら、そのポジションに乗ってっていうのが、自分が一番力出せるポジションだから、うんうん、まあ、直さなくても、まあ、直さない方がいいかなって感じ。ドライバーは右なんですよ。乗ってますもんね、さっきの感じに、うん、でもアイアンも実はこうやって打った方がいいの？気持ちいいと思う、距離は出せると思う。あ、距離は確かに落ちる、落ちるやつ、うん、そう、OK、じゃあ、はい、あと一つ、はい、最後が
腰の回転スピード。回転スピード。はい。構えて。構えて。はい。ここに押します。はい。これベルトループ通してもらってます。はい。OK。はい。じゃあこの時に、はい、右左で離します。右手で僕の手を腰入れてグッと押してみてもらっていいですか。あ、まあ普通にインパクトの形を自分の中でグッと作るっていう。そうそう。これ一番腰入って力入ってる感じですか。うん。で、今この地面のこれ大体45度ぐらいなんですけど、うん、これとこの棒がちょうど同じぐらい揃ってるぐらいなので、うん、回転のスピードも割とちょうど真ん中。あ、速い人はこっちが。速い人はそう。角度はこうやって。へぇ、遅い人はこんななんないの。そう、遅い人は正面の。へぇ、こうやって打つんだ。こうやって。ふぅ、っていうのがあるだから、すごいね。じゅんさんは割と全部普通だ。真ん中真ん中が多い。右側が軸なこと以外は全部真ん中が多い。基本的に全部真ん中に。ほぼほぼ優等生みたいな。優等生でもいいけない、これはもう個性なんで。そう、だマイクのいいところはもうどのスイングタイプも否定しない。な、ね、全部正解だよ、うんうんうん、これがあなたに合った正解だよっていうのが彼の提唱してるので、うんうんうん、ただすごい綺麗。真ん中、ね、ちょっとこれ資料なんであんまりはっきりは出せないんですけど、全部ここに来てる真ん中。そうで、これが横移動が得意なタイプと、うん、好きな回転運動が得意な人と、うん、あとランチって言って地面を、まあ、地面反力こっちね、が得意な人がっていうのがこれでよって分かるんですけど、ジュンさんは完璧に回転、回転なんだ。そう、基本的には回転型っていうのをちょっと考慮して、はい、さっきジュンさんがやってた中で、うん、スイングとズレがあるとこがあるとしたら、うん、ちょっとグリップ面なんですね。うーん、上からやってるかな。いや、下から持ってる。あ、下から持ってる。そう。あ、そうなんだ。下から持ってるから、はい、それを正して、うん、ちょっと距離が上がるかどうかで、うんうんうん、見てみましょうか。うんうん、分かりました。OK、はい。私が、もうちょっとグリップを、そう。上から、そう。ちょっと下から握り込む癖がある。で、さっきね、やっぱ。私、こうだったんですよ。こうかな。いつもこれぐらいかな。そう。これ下、下なんだ。そう。結構横から私は握ってる気持ちなんだけど、うん、これを直すとしたらこっちの関節にかけて握るようなイメージ、うん、あー、なるほどね。ここでこうしてこう、あ、そうすると上からなるんだ。上からね。で、これで一回連続素振りをビュンビュンしてみて、はい、強く振るっていうかは振り子みたいなプランプラン。走りを止めることが少なくなる。はい。ヘッドスピードっていうのを注目してみましょう。ヘッドスピードですね。あ、上がった。そうそうそう。すごい。あ、すごい、めっちゃ飛んだ。あ、いいね。さっきより力が入ってない感じがする。そうそうそう。リリースの邪魔もしないんだよな。スライス嫌がる人が多いから、うんうんうん、初心者の時ってちょっとストロングめにグリップを座ることが多いと思うんですけど、そう、でも人それぞれ手がリリースしやすい形、肘先からリリースしやすい形っていうのがあるから、うん、まあ、ちょっと玉掴まり始めたなってなってきたら、うんうん、自分の個性に合わせたグリップにするっていうのは大事かも。なるほど、はい、確かにいつも下から握ってるって言われたら、うん、はい、打つ瞬間にグッて
入っちゃうやる時があって、で結局なんか飛ばないみたいな。飛ばないのある、うん、そうだから、まあ、基本的にはもうテストの結果ちょっと横から握り込む形が合ってるんで、あとはもうそれで素振りして馴染ませてあげれば、うんうん、はい、あとはもうクラブがスイングをきれいにしてくれるから、ちょっと取り入れてみてはって感じですかね。まあ、でもすごい簡単ですよね。簡単ですよね、うん、だから変えるところが、うん、自分の特性をしっかり理解してゴルフをしてほしいな、うんうんうん、結構やっぱね、みんな頑張ってレッスンしてるけど、うんうん、なんか合わなくてとかいう人も結構多いじゃないですか、うんうん、そうですね。だから自分でできる検査して、うん、はい、ゴルフ楽しんでもらえたらなって思います。優しい先生だね。優しい先生ですか合わないことをやっぱ教える先生も多い気がして、うんうん、あんまりレッスンって言ってなかった。あ、そうなんですか。ほとんど行ったことがなくて。すごいね、スイング綺麗ですね。でもなんか、いや私これ苦手なんだけど、うんうん、みたいな感じだったから。測定できるのはちゃんと測定しろっていうのが、ね、もう日本にも浸透して、うん、とレベルバーって上がっていったら楽しくなると思うんで、こういうの一つ知っておくといいと思います。何理論でしたっけ。これバイオスイングダイナミクスこれ覚えづらいんだよな。覚えね。バイオスイングダイナミクス理論、はい、よくできました。スイングダイナミクス理論、はい、皆さんも皆さんぜひチェックしてみてください。はい、疲労でもね、ここゴルフインパクトでも、はい、僕がやるときは海津先生に、はい、しっかりやるのでやってもらえれば教えてくれるってことですね。そうです、はい、もっと細かい要素もあるんで、うん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。